不定期なのに人気コーナー、タクオのツボ。どうもユーストリームをご覧の皆さん、おげんこー、どうもどうも、野口でございますよ。マスカレード三坂ですよ。はい、よろしくお願いします。ハロウィンということで、今日はアウタクもハロウィンをやっちゃってます。ちなみに私がですね、はい、これそれ何ですか、これなんかお耳がつきまして、ドラキュラ、はいはい、でドラキュラ、これのマントを背負ってます。はい、黒いマントでございます。まとってます。お前の血も捨てやろうか。あ、すいません、似合ってますよ。ありがとうございます。キャラがふわふわしております。そして私ですね、あのマスカレード、まあ、ちゃんとマゼンダピンクで決めてきました。あら、いいえ。赤いマントを背負ってます。はいはい、まとってます。はい、どうですか、若干カッパに見えるカッパ、甘カッパに見えて、あ、そっちのですね。あ、あら、残念、はい、そしてスタッフもですね、みんなですね、ラジクマくんも、はいはい、みんなラジクマくんも仮装しておりまして、はい、ヨネちゃん、そしてタキオくんですね、はい、そしてあ、アイカくん、どうもですね、いい、で、その子さんも、ダイゴさんもみんな仮装しているということですね。カボチャに頭が乗っている、ちゃう、ここだけはですね、頭にカボチャが乗っている頭にカボチャ、いいね。いや、最初あれをかぶろうとしたんですけどね、どてカボチャビンタがカボチャを乗せるのもいかがなもんだった、可愛かったですけどね。そして神月川の皆さんもですね、はい、ちょっとチラッと開けてもらっていいですか、カーテンをですね、はい、今どうもどうも皆さんね、すごい、はいはい、島中さんはサンド傘をかぶられまして、そしてお着物姿でございますね。で、けさがめさんが幼稚園児の格好でございまして、あれ、ほら、ゾロ、ゾロだ、ゾロ、ゾロがいる、三刀流のゾロ、剣豪ゾロだ、緑色の腹巻きをして頭にチョノギを巻いて口で刀くわえてるよ。すげえ。今日はルフィは、ルフィは、ルフィは、ルフィは今日はトイレで着替えてる人がいる。あれ、トイレで着替えてる、は、誰か出てくる、はい、その前をですね、若い女性の方が2人、何事もなかったかのように走り過ぎて行かれました。はい、今日はですね、こんなカオスの状態でお送りします。タクオのツボでございます。なんかこうガチで皆さん本気の、いやいや嬉しいですね、皆さんね、ありがとうございます。青タクハロウィンと言ったらですね、皆さんしっかりとお付き合いいただきまして、あ、すごい、スタッフもすごい、はい、なんか飛んだよ、飛んだ、通ったよ、はい、ダコさんちょっとこっちに来て顔を見せてもらっていいですか、皆さんに、はいはい、すごい、似合ってる、この方が似合ってるっていうのも変ですけど、はい、この方が山本大吾さんとか、ね、新婚旅行でモルジブに行った方です。はいはい、それはいかがですか、はいですね、では行きます。はい、このカオスの状態でお送りします。タクオのツボ、今週もたくさんいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。わーい、お久しぶりね。ポケットがカエルでいっぱいくんからいただいております。はい、お久しぶりでございます。わーい、わーい、3週間ぶりの投稿だよ。わーい、寂しかったよポケカイくん。実は私、ポケカへ最近すごく忙しいんです。なぜかというと、家庭教師のアルバイトの時間を増やしたり、管弦楽団の定期演奏会の練習をしたり、授業のレポート課題をこなしたり、ギター愛好会の演奏会の準備をしたり、ルービックキューブの大会に向けて練習をしたり、これなんだこれは、ルービックキューブの大会、友達から預かった12匹のハムスターの世話をしたり、人が良すぎるんじゃないか、君にピアノ同好会のミニコンサートの準備をしたり、退院をもらうために教授にお世辞を言ったり、いろいろ忙しいんです。教授にお世辞を言う前に勉強した方がいいかもしれませんね。そうですね。11月まではこの忙しさが続きそう。ここ数週間、1日の睡眠時間が3時間ほどしかありませんよ。ほら、短い。ナポレオンもマサオだね。おっぺけぺー。あの、そこまでだったらここかなくて、もう寝てください。ありがとうございました。ナポレオンもマサオ。あら。続きまして、親方ちゃんからいただいております。たくちゃん、りんりん、こんにちは。1歳親方ちゃんです。甲月川に行けないので、お家でハロウィンの格好をしてみました。あら、みんなどんな格好できてるかなということでですね、何の格好をしてくれました、親方ちゃんは。これほら、ほら、マント、マントですね、ジャッカランタンの、はいはい、どうですか、見えてます、はいはい、こんな可愛い親方ちゃんでございます。またね、来年ぐらいになったら歩いてこれると思うんでですね、そう、ちょっと渋々ですもんね、歩いては来れないかもしれないですね、ハイハイレースで来れるかもしれないですね。待ってますね、猫月側で。誠一郎さんからいただいております。ふと思ったのですが、昔ドズバで使われていたズンデレ5の衣装ってまだあるんですか。すいません、正しくはズンダレ5でございます。
MBC の美術倉庫にあるんだったら三坂さんに象さんの花通りピンクを着てるんです。あ、これは豊田さんがね、はい、してらっしゃったんですけど、ね、まあ、豊田さんニュースナウに行かれたんで、ここに上楼をつけてますね。上楼ですね、はいはい、象さんの花代わりに上楼をつけてて、すいません、豊平さんもニュースに行かれたんで、このことは忘れていただいてよろしいでしょうか。はい、あの豊平さんの黒歴史になっておりますので、どうぞ忘れていただきたいと思います。すごい、こんな大物女性キャスターから来るとは。おもてなしでおなじみの、はい、ラジオネーム滝からクリステルっていう方からいただいてます。からね、滝からクリステル、栗を捨てるらしいですよ、滝からで。何のためにじゃあ竹の上まで栗を捨てに行ったんでしょうか。こんちゃーす、そういうのいただいでしょ。いやもうこそもう本人そのままのイメージだね。こんにちはじゃないんですか。こんちゃーす、今日のテーマは色ですね。滝からクリステルさん、色といえばパンツの色、本物っぽいな。中学生までは白のブリーフでしたが、高校生頃からトランクスに変わりました。今ではほぼ黒いボクサーパンツが主流ですね。これからまた変化するんでしょうか。最後はふんどしなんでしょうかね。けどね、はは。ちなみにタクちゃん、リンリンは今日は何色ですか。なんでタクちゃんに聞くんですか。僕はすみません、知りません。滝からクリステルさん、また品がいい話を送ってくれたね。ありがとうございました。新蓮さんからいただいております、はい、メッセージテーマのずっと色について考えて、あ、すみません、今あのユーストリームをご覧の皆さん、熱い熱い、あの三坂アナウンサーが2度目のお色直しに入られました。そうでした、今日は誤解しないといけないでした。三坂さん、たくちゃんもほら、お言葉ですが、はい、顔に跡がついてます。顔に跡がついてます。恥ずかしい、ほらほら、あ、じゃあすみません、はいはいはい、お色直しに入りました、はい、ではお色直しでございます。あら、かわいい、はい、今度はピンクの耳をつけました。ユーストリームでご覧ください。皆さんからのメールで、ああ、あるあると思いながら聞いてますよ。私は色で思い出すのは三色パンですかね。ああ、一つのパンで三つの味が楽しめて、なんだか得した気分。ぜひ中原部長、あ、またコラボしてくださいねといただいております。ありがとうございます。イオナズンケダナさんからいただいております。はい、ケダナさん、はい、今朝のドズバ見させていただきました。いや、もう皆さんいきなりハロウィンの仮装全開じゃん。なんで。いや、してないです。してないですよ。三坂アナウンサー、三坂だけにまさかと思いましたよ。まさかのまさか、真壁闘技選手をイメージして首から鎖を下げてくるなんて。これこれ、今朝のドズバ、これは鎖ではないですね。鎖ではない、シルバーのネックレスですね。ネックレスです、これ。そう見えました。はい、いや俺も真壁闘技選手の、スイーツ男子って言われるね、プロレスラー真壁闘技さん。はいはいはい、今よく出てらっしゃる、あの方、あの方、うん、おしまえぬよーいっていうのでおなじみの真壁闘技選手。いや、おなじみかどうかあ、ご存知ない、これつけてるんですか。そうそう、それキングコングにドロップをするときにそれをつけたまま。キングコングにドロップご存知のね。うん、いやいや、分かってないですよ。分かってないな。キングコングにドロップって言うんだよ。また始まった、始まっちゃった。あ、パターンで倒れてます。はい、倒れてるわけよ。それはね、パン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 って言って、ね、コーナーポストに登って、あ、ちょっといいマントですね。そうそうそう、パン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 って、わー、いくぞーって、相手を指さしてコーナーポストの上から、はい、もう膝を突き立てて、て、膝を突き立てて、はい、イエーイって、はい、相手の胸元に膝を突き立てバーンって落とすっていうね、あの、ニュートンもびっくりだね。あの、万有引力の法則でダメージを与えるっていうのが、あの、登録見てみてください。はい、とても変な格好してますよ。うわーうわーうわーって煽って、そのままドーンっていうね。何これ、なんだこれ、なんだ、お座りください。これみんなの座れという指示は何だ。座れという、まあ座れという指示ですね。落ち着かんかって。はい、さて、そのイオナズンケダナさんなんですけれどもね、はい、やはり色といえばこれしかないですね。池田パンさんの三色パンですね、もう三色パン、ドラゴンボールに例えればフリーザ、ザーボン、ドドリアさんクラスの三色ですね。中原部長、さすがいい仕事してますね。いやいやいや、ははーん、今日は池田パンの工場に栄徳ちゃん行く気ですね。すみません、栄徳ちゃんは今日なかったですね、出番終わりましたけど池田パンさんには行かないです。行きませんでした、はい、ぜひあの歌唱の皆さんの作ったパンをですね、10月28日、発売でございますのでお召し上がりくださいませ。怖い、とうとうこんな人からも来てしまいました。誰ですか。ちょっと恐怖で震え上がるんじゃないかな。ざわざわし始めましたよ。初投稿、はい、
キョンシーがいただいてます。私キョンシー一番怖いかもしれない、ね、はい、霊言どうしよう、はあ、俺キョンシー今日のお昼ポニー号2号見たよ。すげえ、見られた、危ない、近づいてきてる。ナンバーも1107なんだ、いいな。ちなみに一回俺死んでます、鬼北でぴょんぴょん飛んでます、あれ喉乾いた、チースー太郎か。ポニー号キョンシーに気づかねえ、チョノゲカモン、よけがわさ。これ明らかにゾンビとは別の方ですね。ゾンビですよそれ、うん、ゾンビですよね。だからゾンビとは違うんですこの方、キョンシー。ゾンビも似たような声だし似たようなこと言ってるし、うん、いや違うんですよね、これ多分別人格だと思いますね。いずれゾンビ対キョンシーの夢の、うん、ねえ、ゾンビ対キョンシー記憶上でバーサス、バーサス、どっちが勝つんですかね。いやしかしどこであるのかな、うん、やっぱあの天球館あたりでかな、ゾンビ対キョンシーの、いやもうちょっとなんか、もうちょっとなんか、あの被害ないところで、被害ないところですね、はい、はい、じゃあ岡本さん家の畑でやってみたということでですね。ごめんあったもおさんがいただいております。今日はミサカちゃんと真っ白な白鳥の衣装で白鳥の湖を踊るのを楽しみにしていたの。今日来てますっけ。四十肩で腕が上がらなくなったので楽しみにしていた甲月顔をお休みします。残念。四十肩ごめんなさい。先輩が四十肩で悩んでんだ。準備してたのに。ねえ、はい、違うじゃないか。いや真壁闘技のコスプレじゃないか君は。なんか首から鎖を下げて。キングコクイードロップか。ねえ私から誘ったのにごめんねミサカちゃん。美坂ちゃん、落ち武者くんとのご婚約おめでとうございます。違う、うん、結婚式で純白のウェディングドレスに身を包んだ美坂ちゃんの花嫁姿が楽しみ。今日のお詫びに披露宴ではタクちゃん、エイトクちゃん、ヨネちゃんと一緒に志村けんさんの白鳥の衣装で白鳥の湖を踊ってあげるからね。本当ですか。やっていいの。やっていいの。俺は全然いい。ゆめちゃんもやってくれる。エイトクちゃんも、えとこちゃんもやってくれますかね。うん、あの志村けんさんのやあれで踊るから、うん、踊り終わった後にお願いだからなんだちみやっててなんだちみはって言ってなんだちみはってなんだちみやってかこれやりたいんでぜひお願いします。2次会で。いやいや1次会でお願いします。いやいや無理無理無理、ま、だやっぱ有名だか有名じゃないや、あの、お偉い方たちもキャンドルサービスしたいと思いますので直後キャンドルサービス直後直後はあの手紙の間手紙との間手紙の間メインキャンドルが終わってメインキャンドルが終わってこの後手紙を読みますっていうところ一番いいクライマックスのシーンじゃないですか。チャーラララララララってやった後にぶち壊す気ですか。それでそうそうそう勢いでいって何だちみは何だちみは何だちみは何だちみやってかってやるんで何だちみやってか変なおじさんって俺初めてやってこれ、これで帰っていって変なおじさんこうやって帰っていくんですよね。みんなでやるからでみんなで帰っていくんですよねこうね。よいよいよ。いつ手紙を読むんですか。それを横で涙流しながら横で聞きながらね。白鳥の湖で白鳥からもちゃんと涙が出るようにしたからあのまたかれてた白鳥にもですね。やめてください。何が出てんのか分からなくなってくるじゃないですか。ね、そうなそこなのよね。本当ね。まあご主人よろしくね言っててね。そういうことになるから。これゼクシーでもやってないじゃないまだ。ゼクシーでもこういうやってないですけど、ね、やらないです。はい、はい、ちょっとさあ、はい、来ました。もへけこさん、お、はい、はい、これたかこれたかだってこれたかこれたかこれから、はい、青たく愛の劇場もへけこが言ったののサンプル CD をお聴きいただきます。鹿児島弁場スピードラーニングですね、うん、はい、これから結婚の許しを得るためリカさんのあ、リエさんリエさんの実家で誰だ誰だ何だちゃんリエさんの実家でご両親に挨拶をする落ち武者くんとリエさんの様子が流れます。そうでした、はい、第12話この幸せがあなたの幸せであること、この悲しみがあなたの悲しみであること。これは何かのかしらさんちょっと喋ってください。この幸せがあなたの幸せであること、この悲しみがあなたの悲しみであること。落ち武者くん、きゃーこげな時間をつくもろせありがとうさげます。あたや落ち武者でごわす。本日はお時間を作っていただきまま誠にかたじけないでござる。せせせせしゃ
かねてよりリエ殿とど付き合いをさせていただいておる。おお岡本とど付き合いじゃない。おお岡本と申すでござる。岡本。本日は結婚を許していただきたく、ハンズマンのガラクタ一を泣く泣く諦めてこちらに馳せ参じた次第でござる。あれ、うちお医者さん岡本という名前で、しかもハンズマンのガラクタ一にあれだ。え、なんか情報があって。さっきの曲はチャットモンチーで親知らずです。おお、もうゆきこさん渋いところついてきたなって言われても僕よくわかってないんですけどリエさん、はい、父ちゃん母ちゃん、あたや岡本君の嫁女になってな、父上母上、わらわは落ち武者殿の伴侶となる。わらわ生涯を共にする覚悟にございます。あれリエさん、こげなくじゃっどんどげんかなっちょ思てよ、よかどがな。もうあなたが言われた。こげなくじゃっどんどげんかなっちょ思てよかどがな、うん、確かに見た目はこんなよ、ザンバラ髪で歯はないし、小指の爪だけ伸ばしてるし、やだ小指の爪だけ伸ばしてるし、落ち虫あのくせに嫌じゃなくて竹ひごが刺さってるハンズバンでね、調達した、はいはいはい、仕事も貯金も会所もない、友達はいないくせに私の友達と浮気はするし、こんな大事な日にふんどし一丁だし、タルミズベリーこれ飲んできたわけ、タルミズベリーで、それに小指の爪だけ伸ばしてるし、また嫌いなんだ、もうリエさん嫌いなんだね、重ねてね、これ重ねると嫌いなんだね、そこは嫌ですよね、きっとね、遠回しにこれ切れって親の前で言ってるってことですね、でも愛があればきっとどうにかなると思うの、だからこの結婚を許して。リエさん、父ちゃんどけいっとな、ちっと待たんな、父上どこに行かれるのです、お待ちください、話を聞いてください、母上からも何とか言って、母上泣いているのですか、落ち武者はらーかかどんな、なんだを流せ喜ぶ方じゃが、いや母上殿泣いて喜んでくれておる、父上殿も一言感動だと感極まったご様子意味違うです違う意味が違う、感動だと感動だで違います、拙者の誠意が伝わったようでござる、痛いでござる、お主急に何をするでござるか。リエさん、うな内国か、今晩は話さんかうな、こら何をするのやめなさい、噛んじゃダメ、話しなさい作太郎すごい、作太郎、作太郎うちの柴犬です、柴犬、はい、私のことをとても好きなんです、はい、あ、おちむしゃに、それはおやつじゃないの、竹ひごよおやつじゃなくて竹、あ、頭に刺さった竹ひごに、いやじゃなくて刺さった竹ひごに作太郎が噛みついた、噛んだままぶら下がるんじゃないのビヨンビヨン、うーじゃない、話しなさい、骨っこあげるから、骨っこあげるから話しなさい、骨っこあげるから、全くもう油断も隙もないんだから、落ち武者くんごめんね、落ち武者、おまさな、毛忘れちゅうことがあったじゃなかな、リエ殿忘れてはいないでござるか、拙者ただの自爆霊でござる、自分の死を受け入れられず不幸であるがゆえこの世に執着し続けていたでござる、その拙者が今こうやってリエ殿のご両親や作太郎殿に温かく迎えられいやいやいや勘違いだけどね、とても幸せでござる、不幸を理由にあの世に行けなかった拙者があれ幸せになってしまったでござる、あれどうなの、これがどういう意味かわかるでござるな、リエさん、んだもしたーん、はあ、ねえちょっと落ち武者くん、落ち武者くんの体がだんだん消えていってるよ、なるほど、ついに成仏する時が、ということは竹ひごにぶら下がった作太郎がもしかしてそのまま連れていかないでください作太郎がうちの作は連れていかないでください、残り2話、お願いします、作だけお願いします、残り2話でもうここまで来ると逆にもう作太郎の運命やいかに、やめて作が心配だ、作太郎の運命やいかに、作ちゃんお願い、あ作行かないで、作行かないで、ど付き合いをさせていただいておったそうでございますよ、はいはい、お付き合いでございます、はい、そして最後今日はですね、なんと宇宙人から侵略予告も、ゾンビからですね公民館での戯れも、そして岡本さんのゾンビパトロールも届いておりません、はあ、今日はお休みのようでございます、なんかあったんじゃないですか、
そこでゾンビ岡本宇宙人ゾンビ岡本宇宙人であの飛び切り可愛いですよタクちゃんです。今日は飛び切り可愛いですよ。リエさんも可愛いですよ。お事務職に渡したくないかこれ。いやいや成仏されますから大丈夫です。ラジオネーム私は人ではない、はいはい、絶対的守護神私は人ではない、エロの番人からいただいております。はい、タクピーリンリンこんちくび、こんちくび、色物だらけの拓保の壺で唯一無二のまともな存在キムタクと同い年、下ネタ大好き私は人ではないです。ダメですよそこ出しちゃ。ごめんちょっとそこ並べちゃ。福山雅治さん出してくれ。ダメですよ、ダメですね、キムタクさんも出したら、うちの嫁キムタクの大ファンなんで本当、はあ、本当です、ね、うちの嫁にも嫌われますよあんた本当、うん、お時間がない。あ本当だ、先週はタコを聞けなくて残念でした。だけど救いにタコの壺だけはユーストリームも見ましたよ。私とのメール終盤でいつものようにタクピーの都合上読めない部分をカメラに映そうとした時、隣の女性が言いました。はい、美坂郵便番号ぐらいいいんじゃないですかこれを萌池子さん風に訳すと、美坂ロクドン今夜じゃキスさんでもキスさんで悪いやって住所から何かあれば教えればよかたいが、悩かれば先週はがばっかりハネムーニーっていうか思いしたアニョハンが責任を取っちゃうアニョハン、はいということでした。ああ涙が止まらない。3枚揃うと金鉱湾の海水を全て吸収すると噂のチョノゲセットカマン。あ下ネタ忘れてた、この後2文字読めないものがあります。はい、はい、じゃあはいはいここですね、はい、はいはい下ネタ忘れてた。以上、タコの壺でした。残り2分半でございます。また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 お会いしましょう。また山下久美子さんトゥナイト星の降る夜に何秒かかるかな